どうも、なおちんです。さあ、今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はマーベルモッドを入れてみました。これ、アイアンマンですね。アイアンマン、なんと、飛べます。飛べるんだよね。足の下から、炎が出てると思います。まあ、これで、普通に歩くんだけども、まあ、一応飛んでるっていうことで、許してやってください。はい。で、しかも、アイアンマン、なんと、遠距離ビーム、撃ち放題です。うん。なんかボムみたいなのも撃ちます。すごいでしょ。無限にいけるんだよね。はい。とりあえず、これで、今日は、エンドラと戦ってみましょう。多分楽勝で勝てるんじゃないかな？行くぞ！じゃ、まずは、上のクリスタルから破壊していこうか。うわ、超楽勝超楽勝だね。え？おお、ああ、いやいや。あ、いたたたたたた。あ、でも全然ダメージないじゃん。いいね。あ、これは無理だから、なるほど、こういう感じで、壊していかなきゃいけないのか。ああ、ちょっとめんどくせえな。檻に囲まれてるやつは、ちょっとめんどくさい模様です。まあまあまあ。爆弾でね、ドーンとやればいいかな。とりあえず別のやつから行くか。はい、おしまーい。お、楽勝だね、本当に。え、エンドラには、あ、ダメージ入るじゃん。あー、でも空中戦じゃちょっと分が悪いかな。うん。ちょっとすっげーダメージ食らうぞ。ていうか、ちょっと見えにくいな。うん。これ視聴者さんも絶対見えにくいから、ちょっとコマンドで暗視を入れましょうか。これちょっと見えにくいわ。すごい、なんか暗視入れるとこんな感じになるの？こんな感じなんかい。よし。あ、あ、違う。飛んでるときは、ビームで行って、あそこに止まったときは、近距離でガシガシ行くか。よっしゃ、チャンス！近距離だ。あれ？なぜだ？ダメージが入んない。くら、おいおいおい。どうして？どうして？あ、入った入った。近距離のダメージ、そう大したことないわ。やっぱりビームで、ビシビシやっていった方が断然早いね。いや、でも弱っ弱っ。ちょっと待って。こんな弱かった？エンドラこんな弱かったか？あし！ちょっと待って。お、なんか、ぶっ飛んだ。ぶっ飛ばされた。よっしゃ。あとはビームで、ガシガシ行くぞ。逃げるな。くらい。これ操作をしっかりやっていけば、もう完封できるわ。そんなね、動き早いわけじゃないからね、エンドラは。オッケー。近くに寄れ。しゃあ。余裕！これは余裕すぎる。いった！もうなんで？吹っ飛ばされるんだけど。なぜか。なぜか、めちゃくちゃ吹っ飛ばされるな。しゃあ！もう終わりだ、お前は。俺のパルサービームで。落ちろ！しゃあ！オッケー、もうちょい。落ちろ。あと一発。ああ、早っ、最後早っ。よっしゃいい感じ。めちゃくちゃ余裕だわ。むちゃくちゃ余裕。はい、ということで今日はマーベルモッドを入れてみました。アイアンマンめちゃくちゃ強い。これね、黄昏の森モッドで、ボス全部これで、余裕で倒せるかもしんない。まあ、ちょっと今度やってみますね。それでは、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。